皆さんこんにちは。テレビドラマ、映画で活躍をされ、舞台女優としても知られている女優の柏山文恵さん。NHK の連続テレビ小説、お花はんでヒロイン役を1年間務めると、2時間ドラマや大河ドラマなどに出演し、女優としての存在感を見せていきました。そんな柏山さんも2023年で82歳という年齢ですが、現在はどうされているのでしょうか。そこで今回は柏山文恵さんの経歴やご家族と現在の生活についてご紹介したいと思います。柏山さんの経歴。現在の東京都武蔵野市吉祥寺に1941年8月13日に生まれた柏山さん。1960年に東京文化高等学校卒業後に俳優の養成所である劇団民芸俳優教室を経験し、劇団民芸に劇団員として所属すると女優としての活動を開始。1964年にアンネの日記の舞台で5代目アンネとしてデビューしました。その後1966年に NHK 連続テレビ小説お花はんの主役に抜擢されたことで、柏山さんの女優人生が大きく変わることとなりました。お花はんは1966年4月4日から1967年4月1日まで1年間放送されており、現在の半年サイクルの朝ドラとは異なる放送期間だったようです。また当時の朝ドラは人気と実力のある女優の方が主役として選ばれることが多く、この作品も実は森光子さんが主演で決定していたそうです。しかしお花はんの撮影開始直前に森さんは乳腺炎を患い入院することになって急遽降板。そのような事情の中で新人女優であった柏山さんに白羽の矢が立ったのです。お花はんは明治中期の愛媛、鹿児島が舞台で、お花はんこと浅尾花という女性が主人公の物語です。性格が明るく周りで好かれている花は、お父さんが持ちかけてきた縁談相手と結婚し子供に恵まれますが、旦那さんが急な死を遂げてしまい、一人で子育てをしながら様々な困難を乗り越えていくというストーリーになっています。ヒロイン花のひたむきな姿勢が視聴者の琴線に触れ、作品は大ヒット。平均視聴率 45.8%、 最高視聴率 56.4% と驚異的な数字を出しています。エピソードとして、本作が始まると当時の主婦が家事を止めてテレビの前で釘付けになることから、東京都の水道局員が NHK に、朝ドラが始まった途端に水量メーターが急に下がり水の出が良くなりますと伝えてきたという逸話が残っています。こうして爆発的な人気を得たお花はんとともに、柏山さんも人気女優の仲間入りを果たし、その後舞台を中心に活躍を広げます。テレビドラマでも連続テレビ小説や大河ドラマ、木曜ゴールデンドラマや月曜ワイド劇場、3年 B 組金八先生3など多くの作品に出演されました。ご家族に有名人が多数。そんな柏山さんですが、親族には有名な方が多くいます。お父様である柏山金四郎さんもそのうちの一人です。哲学研究者であり著書の出版も多くしている金四郎さんは、1907年5月1日に長野県で生まれ、早稲田大学文学部哲学科を卒業。1949年に同学部の教授となり、1960年にはヘーゲル精神現象学の研究で文学博士を授与されています。さらに1969年には総大野球部長に就任し、東京六大学野球連盟理事や日本学生野球協会理事も務めています。それとは別に兄の純蔵さんが設立した柏山小学財団の理事や明治神宮外苑運営委員など多くの分野で活躍をされました。また金四郎さんのお兄様である純蔵さんはオンワード柏山、現在のオンワードホールディングスの創業者です。純蔵さんは地元である長野県の小学校を卒業した後、
三越呉服店に丁稚として入り、商業の基礎をそこで学びます。その後1927年2月に大阪で柏山商店を立ち上げ、次第に波に乗っていった1947年には柏山商店を株式会社化。こうして全国に23区、組局、自由区などのブランドを次々と展開していきました。これらのブランドは百貨店などに出店しており、非常に有名ですね。純造さんは1986年6月にこれらのブランドが有名になっていく様子を見守りながら84歳で亡くなられています。柏山さんのご結婚は、そんな有名な方々を親族に持つ柏山さんですが、プライベートでは同じ劇団員だった綿引勝彦さんとご結婚をされています。綿引さんといえばこわもての俳優として、東映のヤクザ映画などで活躍をされていた時期もあります。少年時代は将来の夢がプロ野球選手だった綿引さん、中学まではずば抜けてうまかったそうですが、進学した日本大学鶴岡高等学校の野球部にはすごい選手がたくさんいて、プロ野球の夢はそこで一気に砕け散ったそうです。そんな将来の夢が消えてしまった時に、友達に誘われて霊場ジュリーという中台達也さんら主演の俳優座の舞台を見て、進撃ってすごいと感激。この出来事で演劇の世界に目覚め、俳優の道に進むことを決めた綿引さんは、日本大学芸術学部へ入学するも中退し、20歳の時に劇団民芸の研究生のオーディションを受け入団。こうして柏山さんと同じ劇団民芸に入ることになったのです。しかし綿引さんが劇団民芸に入った時、柏山さんはすでに大ブレイクを果たしており、世間から大きな注目を集めていました。同じ劇団に所属はしていても、お二人の間には大きな格差があったようです。綿引さんの話によると、柏山さんと同じ劇団に所属していても、一般人がスターに憧れを抱いているような感覚で、彼女に対して恋愛感情は全く湧かなかったそうです。そんな中、吉祥寺駅近くに住んでいた柏山さんと、二駅先の駅近くに住んでいた綿引さんは、稽古や飲み会などの帰りで一緒になることが多くなりました。こうして次第にお二人の距離が縮まっていき、柏山さんが綿引さんを意識するようになったようです。最初綿引さんは柏山さんに対して遠慮しがちだったそうですが、演技について議論をし合う仲にもなり、時には議論を通り越して喧嘩になってしまうこともあったぐらいでした。そして仲直りをした時に、綿引さんは、僕と結婚をしてくれるといいんですがねと恥ずかしそうに発言することが多くなり、お二人とも結婚を意識するようになっていったそうです。その後1974年12月29日に東京都の杉並区にある東京女子大附属礼拝堂でささやかに挙式を挙げています。お二人の結婚が世間に知れ渡った時、売れっ子女優であった柏山さんに対して驚きの声が多く上がりました。挙式した当時、綿引さんはまだまだ無名の俳優で、役者だけでは生活をすることができず、弾き語りのアルバイトをしているなど、収入は雲泥の差でした。ちなみに異色カップルの誕生ということで、CM など夫婦共演が多数企画されたそうですが、綿引さんはこれを全て拒否したという逸話が残っています。このように誰もが認める格差婚ではありましたが、綿引さんは、いつか奥さんよりも稼げるようになると頑張るモチベーションへとつながったそうです。この時の綿引さんの決意はその後見事に達成されることとなり、いい夫婦のエピソードとして芸能界でも語り継がれています。お二人の現在は、現在柏山さんは82歳で、綿引さんは2020年の12月30日に75歳で逝去されています。2018年8月に膵臓の中にある嚢胞を除去する手術を受けた際、進行性のがんが発見され、その後2019年12月にがんが肺に転移していることが発覚。こうして2020年の年明けから
化学療法を開始していましたが、渡引さんは抗がん剤による副作用に非常に苦しめられていたそうです。その後3年間治療を行いましたが、症状がなかなか改善せず、2020年の11月に治療をやめて自宅療養に切り替えることに。渡引さんの意向で闘病していることは伏せられており、彼の死去が世間に公表された2021年1月、初めて知られることとなったのでした。公表と同時に、柏山さんは亡くなる前の彼の様子や最後に口にした言葉などをようやく世間に公表したのです。柏山さんは自身が喪主となり、渡引さんの葬儀を関係者だけで済ませたことや、お二人で過ごした闘病生活についても語っています。渡引さんは自宅療養に切り替えた際に、信州の山小屋に行き、お花を植えたり、将棋をしたりと、好きなことをしていたそうで、最後の最後まで一緒に過ごしたという柏山さん。柏山さんは2023年で芸能生活60周年を迎えており、9月22日からは主演舞台のローズのジレンマに出演しています。また、6月には鳥取市で朗読劇も開催したりと、現在も精力的に活動されています。いつまでもお元気で活躍してほしいです。最後までご覧いただきありがとうございました。